私たちはアミンチュを応援しています。知ったかぶり買いつぶりニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。7月1日琵琶湖の日を伝えて歩く安のおっさん琵琶一案件。今年はゴミを拾いながら歩きました。今年の琵琶一案件は6月30日にゴール達成。番組では歩いてきた順に案件の様子を紹介していきます。さて今回の放送はここからだもん。トロ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 。前回猛暑の中浅妻ちくままで歩いたおっさん。ちょっとほんまにもう、はい、あれやわ、はい、次のアンギャいつ。次のアンギャ明日です。明日です。連続で歩くぞと闘志を燃やしていたのですが、翌日は雨で案件中止。さらにその翌日6月8日も朝から雨。お昼になってようやく雨が上がりスタートすることにしました。不安定なお天気の中皆さん応援に駆けつけてくれました。待ったんだよ。どうもどうも、待ったで。ダメやったのにね、こんなにみんな来てくれて。スタート地点で触れ合いタイム。前にすれ違ってしまったそうで念願のおっさん対面です。そうかいな。ちょっと安藤さん、その日はお昼までで終わって。ジャカちゃん、ありがとうございます。大阪からちょっと驚きのお土産が。面白いもの見つけました。これね、これね、大阪やからもう安野さんと違うわと思って。あ、そうやな。ああと思ってたら、あ、進出してた。高槻の高槻のモンサルタウンマークに出てるんですよ。あの滋賀の高槻じゃない、大阪の高槻の方に出てる。知らんかったわ、ダック。知らなかった。おやつの差し入れをいただきました。これはうまい、うまい棒、うまい棒くれんの。え、お嬢ちゃんのおやつちゃうの。えの、おさもうていいな。どうもありがとう。いいじゃん、いいじゃん。見して、おさにしてあげて。おっさん頑張って。あら、おとどくんが。そうやな、出たいな。バーコードがすごい上手。それではみんなでライブ配信。それでは安藤さん、ここ浅妻からアンギャ出発したいと思います。行っていきます。行っていきます。頑張って。皆さんに見送られていざ出発。朝は雨模様だった空がなんと青空に。ちょっと自慢していい？はい、はい、わしの晴れ男ぶり見た。めっちゃ太陽出てきましたね。暑くなってきた。ここまでいらんねんけど。薄曇りでええんやけど。ほんまにあのついさっきまで雨がしとしとって降ってたんで。でもさ、やっぱりみんな来てくれたからな。そうですね。皆さん来てくださって一気に晴れましたね。いや、だってお待たせしたのにさ、はい、いろいろ予定もあるやろに。もう出るで言うたら急に来てくれたもんな、みんな。あんなにたくさんの方来てくれて嬉しいわ。嬉しかったので。旅行に来られた方を発見。ありがとうございます。 Where did you come from? 香港。 香港、イエーイ。 Bye bye。 Bear Lake beautiful? Yeah, beautiful。 あー、嬉しい。どうも、こんにちは。イエーイ。さんのふわふわお腹大人気。どうぞどうぞどうぞ。
ソフトやね。ヘアーオーシャンさん、ポスターを貼って買っていてくれました。もうちゃんとわし来るから、オッサンって。いや、あとちゃいます、オーシャン、オーシャン、オッサンじゃなくてオーシャン。怒られてタックルボケてるけど。待たせたね。安田さん、去年もあなた覚えてる？とかよく聞かれることあんね。わりと覚えてるつもりなんやけど、わしもうおっさんやし、記憶力悪くなってるし、それ聞かれるのプレッシャーなんよ。里帰りしてきたお嬢さん、今大阪に住んでて、あ、地元は知らない。はい、で、今から名古屋で面接行くんで。そうね、大勝負やがな。で、たまたま、マイマラにいるって聞いたんで、タッチして、はい、あら、お父さんに連れてきてもらいました。ほんま、これは大勝負の前に、大勝負ですね。ハグしとき、お腹によかった。何があったしなきゃ。頑張ってきや、面接。これが初おっさんだそうです。あら、可愛らしい。あの、いつも安田おさんが回ってるのをお父さん車で通過しながら来てくださってて、はい、そうなん、そうだね。それで今年はこうお嬢ちゃんと、お嬢ちゃんを連れてきてくださって、あら、湖岸は随分強い風、白い波が立っています。えらい白波立っとんね。あれ持ってきてくれた、わしのボード、ボード5人乗りのボードもあるから、わし先頭で行こう思ってたんやけど、めちゃめちゃ巨大な、うん、あのバナナの絵描いてあるけどな。丸い頭を風に煽られながらテクテク前進。横風が強すぎて走れへん。はい、押される風に、押され番長のわしも肩なしよ。押され番長のわしも肩なしよ。強風の中、次回に続きます。財宝を探す冒険に出かけよう。滋賀トヨペット主催リアル宝探し in 滋賀県。安藤さん、やっぱり防災って大事ですよね。あと防災のっけからありがとうございます。実は9月15日守山市民ホールで開催される命を守る自主防災シンポジウムに安藤さんが登場します。お昼3時からの防災クイズに参加するとご覧のオリジナル缶バッジとオリジナル風船をプレゼントします。そんな激ミディアムの風船もらえんの？ミディアムじゃなくてレアです。あ、そっか、みんな来てゲットしてちょうだい。はい、そして番組でもう一本防災啓発アニメをご覧いただきます。雨風ザーザーです。雨風ザーザー。
時は川や溝には近づかないでね。雷が落ちてきた。木の下に隠れるプリン。待った、木の下は危険だよ。雷が鳴ったらすぐに建物の中に入ってね。台風だ。注意して、物が飛んでくるかも。みんな、台風や大雨の時は勝手にお外に出ないでね。はーい。9月15日日曜日、森山市民ホール命を守る自主防災シンポジウムに安野おっさん登場。お昼3時からの防災クイズに参加するとオリジナル缶バッジと風船をプレゼント。来てな。知られざる滋賀の動画がいっぱいのウェブサイト、ウェブアミンチュー。例えばこんな動画がいっぱいです。フラ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 アミンチュー。私たちは近江八幡市桐原コミュニティセンターで活動しております。岡田金泉流大正吾と大見一時草会ラベンダーです。私たち岡田金泉流大正吾とは生のことをモットーにしております。音色を大切にいろんな曲、例えば童謡とかクラシックとか演歌とかホップとか、あのトレモロを入れて楽しく演奏しております。第2土曜日と第4土曜日の午後1時半からお稽古させていただいております。私たちはあの国民文化祭に滋賀県代表で参加させていただいております。私はあの大津市からはるばる来てるんですけど、それを苦にならないぐらいいつも練習楽しくって、すごく皆さん仲良しなので、あのとてもいいグループだと思います。男女問わず、老いも若きも、音楽の音符が読めない方でもどなた様でも楽しく輝いて弾いていただけることと思います。生の音色を大切に楽しく大正琴を弾いています。せーの、アミンチュ。フレ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 。こんな楽しい動画がどんどんアップされるウェブアミンチュ、みんな見に来てな。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるで、ウェブアミンチュで。